ズートフェルトは、ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、シャウムブルク軍ザムトゲマインでネンドルーフに属す、町村である。この町は、ヘルジングハウゼン、クロイツリエ、d エの3つの村落からなる。町の行政中心は、ヘルジングハウゼンにある。ズートフェルトは、ヘルジングハウゼン、クロイツリエ、d エの3つの村落からなる。地理上の中心はクロイツリエである。 名前のズートフェルトは三つの村落の間にあった古い公木地の名前である。本来のズートフェルトはヘルジングハウゼンの南東にあった。ズートフェルト町内をハスターバッハ川、ラート川、ビュンテグラーベン川が流れている。ヘルジングハウゼンとクロイツリーエは連邦道 B442 号線沿い、ハステとバートネンドルフとの間に位置している。リーエはここから、 東の群島52号線沿いに位置する。リーエの南東連邦アウトバーン A2 号線が走っている。現在の自治体、ズートフェルトは1974年3月1日のニーガーザクセン州の行政改革、地域再編時に当時は独立した自治体であったリーエ、クロイツリーエ、ヘルジングハウゼンが合併して成立した。3つの村の歴史は 農業と大スターさんの石炭採掘からなる。ズートフェルトの町議会は11議席からなる。町長はホルストシュリューターである。ありがとうございます。